はい、こんばんは、いらっしゃい。こんばんは。はい、こんばんは。いらっしゃい。はい、ワード2。いらっしゃい。今日はちょっと遅めです。遅めの配信スタートなんで。明日も仕事なんで、サクッと終わりたいと思います。サクッと、サクッといきます。サクッと、今日は。あの後のんたんをめでたの。のんたんは昨日すごい感じてたよね。花火ありがとうございます。のんたんとは昨日いいセックスをしたと思ってるけど、こんばんは。風船ありがとう、ありがとうございます。いや、なかなか手応えを感じるセックスをしたけど、何か。ランハゲ、タヌキに書かれてるぞ、と報告したら、他の話をしながらブロックされた。あいつ怖いな、危険だ。ワド気をつけろよ。気をつけるっていうか、ランハゲそんな見ないかな。ランハゲの面白さがまだ分かってないかな、俺は。なんであんなリスナー多いんだろう。金梅さんのセットになってる感じで。でもピンでも人集めてっかんな。うん。面白いの？ぶっちゃけ。ランハゲって。どうなんだろう。面白いのかな？ランハゲを面白いって思ったことは一回もないかな。いや、わかんないって感じだね。なんで評価されてんのかわかんないっていう。でもまあ人が集まってるんだから面白いんだろうなっていう感じかな。ある程度人を集めてるってことは評価があるわけだ。じゃあなんで人集まってんだろうな。わかんねえかな、正直。あんま見ないし。風船プレゼントありがとう。でもやっぱそれだけ支持されてるんじゃないの。それだけファンがいるんじゃないの、わかんないけど。ランハゲ。どうなんだろうね。俺は少なくともランハゲのなんか印象に残る配信とか面白いと思う配信は見たことがないから何とも言えないっていう。面白いのかつまんないのか分かんないって感じだよね。分かんない。ただまあハゲてる人、ハゲてるおじさんだなっていう。花火ありがとうございます。ポンポコさんフォローありがとう。新しいフォロワーさんです。1回2回あれ、ハートプレゼントありがとう。ハート花火ありがとう。3回4回5回6回7回8回9回10回、ありがとうございます。どうなんだろうね。こんばんは、初見です。初見さんいらっしゃい、楽しんでて。はい、たくみさんはどつ、まあまあ、鼻は効くんだろうな。鼻もいいし、目もいいんだろうな。初見さん面白かったらフォローしてください。コメントありがとう。ポズタンいらっしゃい。この間、和道さんが届いたバッグ、どこの？ヘルツだね。渋谷ヘルツ。これでしょ？このバッグでしょ？やっぱ気になる、意外とね、女の人が可愛いっていうね、このバッグ。男からの評価は良くないんだけど、職場でも。
女の人が可愛い可愛いっていう、うん、あ、そうなんだ、可愛いよね、これね、これ。でも女の人が使うには重たいかな、ちょっと。女の人向けのバッグいっぱい出てるから、店で多分相当バッグの種類あるから、検索、まあ、ネットショップもあるし、俺は店舗に行くことをお勧めするけどね。世田谷の小学生。カエルさんこんばんは。YouTube、ああ、ありがとう。そうなんだ。リエリさん、フォローしてくれてんだ、YouTube。ありがとう。サンキュー。新しいフォロワーさん、リエリさん、ポンポコさん、フォローありがとう。ハートプレゼントありがとう。そう、俺はね、ちょっと俺の、のんたんに、ちょっと今日付き合ってくんない、のんたん。ちょっとのんたん出演してくんない、ちょっと。悪いんだけど。ちょっとね、のんたんと話したいことがあるんだ。匿名さん花火ありがとう。っていうか、スクワットもうやめていい？やだ。そうだよね。3、うん、4、5、6と。ありがとうございます。俺、ちょっと前々からさ、疑問があったから、ちょっと話したいんだけど、ちょっと付き合ってくれる？はい。あ、花火ありがとうございます。よいしょ。1回。2回。ブルさんいつもありがとうね。3回。4回。5回。回数増していけ。いや、俺気になってることがあるんだよ。1個。のんたんさ、うん、俺とエッチするじゃん。言ってる？俺ね、のんたん言ってないんじゃないか疑惑があるんだよ。言ってる演技をされてる疑惑があるんだよ、俺の中で。演技はない。演技してるでしょ。いや。言った後、触られたら、くすぐったくなる。これ絶対さ、演技してる、ちょっとね、俺の中で、のんたん演技説出てるから、今日はね、ちょっと徹底討論したいんだよね、これを。のんたんね、言ってないと思う。本当？うん。言ってると思う。っていうか、もっと根本的なところ言っていい？うん。多分ね、のんたん行ったことないんだと思う。ああ、そうなんだ。でもなんかさ、手とかにしてさ、気持ち良くなるやつは、あれは違う。うん。俺ね、のんたんね、やっぱりね、これ前々から思ってたんだけど、のんたんね、結構珍しい、結構いるんだよ。俺この手のタイプ何回か行ったこと、会ったことあるんだけど、多分ね、のんたん行ったことないタイプなんだよ。あ、今まで一番付き合った男の中で和道何番目にうまいって。1番目です。ほら、それは間違いないと思うの。そこは俺自信あるの。そこはあるの、正直。多分俺が一番うまいんだよ、絶対。それそうでしょ。そうじゃなくて、いるんだよ、たまに。いや、これマジだから。俺マジでセックスはうまいから。だけど、なんかね、のんたんとセックスをしてるときに、多分ね、あのね、のんたんかわいそう。なんで？なんでのんたんかわいそうの？うん。ケインさんいらっしゃい。何人経験あんの？3。俺入れて 3？ あのね、本当にね、ピュアなの、この子。本当にピュアなの。
え、俺嘘つかれてる。俺嘘つかれてる。いや、俺ね、セックスうまいから。俺はセックスうまい。のんたん解散？え、この話掘り下げない方がいいの？やめとく？やめとこう。やめとく？俺はね、のんたんと下の話をしたかったんだよ、今日は。あ、そう。あんまり、そういう感じじゃないんだ。違うんだよ。俺は違うんだよ。次のステージに行きたいんだよ。解放？のんたん解放って何？瞳孔の中しっかり見てみろ。わかんねえな、俺、だから、ほら、アスペだから、人が何考えてるのかわかんなくて、言葉を鵜呑みにする病気だから、目見てもわかんねえわ、やっぱ。俺ね、多分ね、じゃあいいや、俺の、まあいいや、多分ね、俺ね、のんたん行ったことないんだと思う。しょうがない。うん。行ったことないと思う。ないと思う。じゃあ、ブイーンってやって、その後。何をブイーンってやる？ピンクのやつ、のブイーンってやるでしょ？うん。その後、うん。雰囲気持ちよくなるでしょ？うん。それは言ったのと違うの。違うの。要はね、のんたんよく言うじゃん。のんたんよく言うのが、あの、こう、高ぶってくるでしょ？高ぶってきて、こう感じてくると、あ、ほてってくるでしょ？濡れてくるでしょ？その時、くすぐったくなるからやめてってよく言うでしょ？あれ、行く手前なんだよ。あの、うん、その、行った後も、くすぐったくなる時もあるし。あるあるある。行った後はだから、オーガズムが浅いのか、行ったことがない派なのか、どっちかなんだよ、俺の中で。でも、あの、のんたんは俺に嘘つかないのは分かってるのよ。のんたんは俺に嘘つかないのはもう付き合いの中で俺は分かってるの。だから、俺の中では、オーガズムが超浅いタイプか、要は体に反応があんまり出ないタイプか、あの、行ったことがなくて分かってないパターンなんだよ。その先が行くんだよ。ほら、言ってるでしょ。俺もいつも言ってるじゃん。くすぐったくなるっていう表現がちょっと違うんだけど、確かに行った後は、くすぐったくなるのよ。もう触ってもダメってなるんだけど、のんたんが行ったって言ってる時に行ってる反応がないの、俺の中では。あ、でもなんか、うん、中が閉まったとかそういう反応とか。じゃあのんたんが行った時の反応をちょっと伝えて俺に。どうなるかっていう。ちょっと待って、これ重要な話だからミュージックいらねえわ。多分、うん、なんだろう、男の人が行くのと同じ感じで、うん、あの行った後に賢者モードになる。うん、女の人、女の人って賢者モードになる？なんか違うんだよな。マイク真ん中にするわ。うん、ごめん。のんたんが声小さいから。この辺で聞こえる？のんたん声出して、ちょっと。あ、あれを見ればいいんだね。そう。ピコンピコン。この辺で聞こえる？ならないよね、そう。だから、ならないの？そう。だから、違うんだよね、なんか。なんか違うんだよ。なんかね、あの、多分、やっぱりね、濃厚だわ。あの、これよくある症状なんだけど、セックスの経験はあります。で、女の人別に気持ちいいの、セックスは嫌いなわけじゃないです。だけど行ったことないからどれが行ってるのか分かんないタイプの女の人って結構いるのよ。そのタイプだと思うの俺。要は男がセックス下手で分かんないタイプっていうか、うん、行ったら賢者モードになるよ。うん、昨日行った？うん。あのね、あれは、うん、なんだろう、クリトリスで行く、うん、行った方。そうだね。そう。いや、違う。で、中で、あ、それでも賢者モードになるんだけど、うん、で、中で行くのもあるの。知ってるよ、うん、それは。で、それはまずない。うん。
うん、わかる。それはないけど、うん、俺ね、行きそうで行かなかった時はあったんだけど、うん、惜しいとこまでは行った。いや、のんたんの、のんたんの裸体は俺 FC2 には乗せる気ないから。うん。なんだろうな。まあいいや。まあいいや。なんか違うんだよな。下手になってんのかな。3年間セックスしてないから下手になってるのかもしれないわ、うん、すごいね。ちょっとね、俺はね、最近ね、最近俺はね、ちょっとね、セックス下手になってる疑惑が出てるから、自分の中で、うん、まあいいや。仲いいよ、うん、可愛いでしょ、うん、仲めっちゃいいよね、うん、行かせてないお前が悪い。俺言っとくけど、俺セックス本当にうまいから。こん中で多分一番うまいの俺だよ。マジで。俺が一番うまいセックス。悩んでるっていうか、俺はやっぱ好きな人に言ってもらいたくない？うん。うん。と思うけど。俺が悩んでる感じだよ。のんたんは多分あんまり悩んでない。いや、俺の方が絶対うまいよ。ほんと。俺の方が絶対うまい。男優ではないけど、なんだろうね。なんだろうね。うん、え、でもさ、セックスが合わなくて別れるパターンってあるじゃん。ない？この人本当に好きなんだけど、セックスがダメだから、エッチは相性。それはまあまあわかる気がするけど。うん。達坊さんいらっしゃい。絶対俺の方がうまい。ていうかね、男の人は、どちらかっていうと可愛いとか、俺は違うけど、可愛いとか、そういうので結構その、テクニックに走るんだよ。うまいかどうかみたいな。女の人そうじゃないから。うん。女の人はどちらかというと、どれだけ心開けるかだと思ってるから。俺は。それない？ん？いや、テクニカルな部分で上手いかどうかもあるけど、そもそも論として女の人って、エッチする相手って好きかどうかだ。だから、男って好きじゃない人とエッチできるんだよ。ぶっちゃけた話。もう誰でもできるの。ブスでも可愛くても何でもできるのよ。だから女の人ってそうじゃないじゃん。ブスとで、嫌いな人とエッチ絶対できないでしょ。うん。次元が低い。うん。いや、でも、のんたん言ってやって、ちょっと俺がいくら言ってもこいつらわかんないから、ちょっと、俺がいかにうまいか言ってやっても、それは難しいな。表現。いや、もう言ってやって、ムカつく。この二人ムカつくから、ポンポコとガチッチが、俺よりもセックスうまいっていうのは絶対ありえないから。いや、のんたんの手こきは最高ですよ。あ、好きな人とくっついてるから気持ちいいよね。うん、その話聞いてねえ。あまあいいや、まあいいや、この話いいや、もう、うん、いやあれだよね、あれだよ、最近忙しいんだよ、本当に。うん。ほら、テレビの、さ、テレビの収録の打ち合わせとかさ、あと、仕事もやってるじゃん。で、放送も、やっぱ稼がないといけないじゃん。やっぱ稼がないといけない。分かったよ、ポンポコの方がうまいでいいよ、もう。うん、最近ね、放送に集中できてないんだよ。こんなんで旅配信できるのかっていう不安はあるよね。ご苦労はどう、うん、でも最近外デート楽しいもんね、うん、うん。今日も夜景見てきたもんね。夜景っていうかイルミネーション、うん、そう、俺はだからタスク的に言ったら、ああ、金田いらっしゃい、
うん。金田智樹いらっしゃい。久しぶり。フォローしといて。俺的にはだから、仕事でしょ？まあ、まず一番配信。で、仕事でしょ？で、今、テレビの撮影と、あと、ノンタンとデート、プライベートもあるし、もう本当にね、やることいっぱいなんだよ。いや、食べ配信はやりたいんだけど、いろんなものが結構ギュッてなってて、忙しい時期なんだよね。おい、ありがとね、ともき。久しぶりだね。ふわっち見るんだね。うん。ああ、そう。カンヌシってわかんない？聞いても、コテハン。今日昼間配信してたのよ。お昼休憩の時、駅で。そしたら、なんか、お、和道って言われて。リアトツって感じじゃなくて、普通になんか知り合いみたいな感じで、和道って言われたから、わぁと思って見たら、カンヌシっていう、すごい古いリスナーで、お店もずーっと来てくれて、もうガチ囲いだよね、だから。がいて、わぁって、何やってんのって言われたから、今ふわっちゃってるよ、つって。ニコ生最近コメント打てなくてごめんねって言われたの。あ、もう絶対見てねえわ、こいつと思って。いやいやいや、って、もう俺ニコ生やってないから、つって。ふわっち登録して、つって。彼女はディズニー、あ、ディズニーランドのチケットあるじゃん。忘れてた。行こう。行こうよ。どっち行く？ランドと。ランドだね。ランドがいい？ C、C じゃなくてランドがいい？来年行こうか。今年行く？どっちでも大丈夫だよ。寒い時期に行きたくないよね。でもしょうがないよね。もう1月までだからあれ。うん。いや新しいフォロワーさん紹介します。フォローありがとうございます。達坊さんフォローありがとう。こんばんは。月曜日に仕事のようで新宿行きますよ。あ、そうなの？へぇー。クリスマスパレード見てこい。でもクリスマスの時期、くっそ混むよ。それでもいい？くっそ混むよ。でも雰囲気はいいかもね。雰囲気はいいけど、くっそ混むよ。うん。って思ってみんな行かないかも。いや、めちゃめちゃ来るわ。うん、手満もくんにもしてるわ。手満もくんにもするわ、俺、うん。混むよね、絶対。いや、混むでしょ。だって、クリスマスにディズニーランドで過ごしたいと思ってるカップル、どんだけいるのよ、日本に。あ、そうか。うん。でも最近あれだって、もう、なんだっけ、ユニバーサルスタジオジャパンの業績がぐーって上がっていって、結構ディズニーやばいらしいよ。うん。ノンタン可愛いよね。うん。クリスマスツリー綺麗ってなんだろう。あー、ディズニーの？うん。ノンタン普通に美人じゃない？俺普通に可愛いと思うけど、ノンタン。混むってか身動き取れない。もうそのレベルだよね。うん。もう飲んだんちっちゃいから潰されるよ。本当に。ぎゅうぎゅうだよ。あ、身長制限。身長制限あるかもね。うん。かわいいよね、飲んだん。あ、でも子供が乗れるから大丈夫か。だからギリギリのラインだと思う、その辺が。多分ね、150センチ以上か以下かで測るところがあるから。それ調べておくよ、俺。うん、うん、乗り物。なんでお前が守るの？うん、俺のノンタンなんだけど、うんうん、ノンタン俺のだから悪いけど、本当申し訳ないけど、あ、混んでたんだやっぱり。いやいやいや、千葉県民だからディズニーランドもう行き飽きた。俺なんかもう行き飽きたどころじゃねえや。千葉県民どころか、お袋と親父がディズニーランドで出会ってんだよ。ディズニーランドの社員がくっついてんのよ。もう、ただけんと株主権でもうバンバンチケットあるから年に3回ぐらい行くんだよ。もう尋常じゃない、もう庭だよ、あそこ。みんなの飲んだんじゃねえわ、俺の飲んだんだわ。ふざけんな。うん。かわいいよね。34だよね、今。34でこの可愛さは結構すごくない？俺より年上なんだよ。34でこの可愛さはやばくない？うん、俺はなかなかやばいと思ってるよ、うん、こんばんは。すごいよね。下手すると入場制限かかって、あ、そうだ、今入場制限あるんだ。うん、うん、和道の方が可愛い。分かってるわ、うん、そうだよな。分かってるな、お前。
いや、だから、のんたんは本当に俺のこと芸能人みたいに思ってるんだよ。ヤマいらっしゃい。のんたんにとっては、俺は、だからもう、小田切城みたいな存在だから。普段の、一般人が小田切城かっこいいっていうのと同じノリで和道かっこいいと思ってるから。あ、そうなんだ。ともきって、年上だったんだ。年下だと思ってたわ。うん。うん、後ろのぬいぐるみが一番可愛い。間違いない。飲んだ目を覚ませ、うん。でもね、何が好きなのってやっぱ気になるじゃん。美人だし可愛いわけじゃん。なんか騙されてるんじゃないかと思うわけじゃん、俺は。ね、どこがいいのって言っても、フィーリングとか、雰囲気とかしか、あ、ごめんね、大丈夫。はい、ワード2、トシアンいらっしゃい。なんかね、教えてくんないんだよね。新しいフォロワーさん、金田智樹さん、フォローありがとう。なんでのんたん付き合うんだよ。おかしいだろ。俺の彼女だろ。甘えんぼさんで可愛い。いや、普通に可愛いよ。普通に俺一番可愛いと思ってるもん。はい、ワード2、ミサキちゃんいらっしゃい。むやみに触るな。床上手。でもほら、だって付き合うか付き合わないかの時に床上手かどうかわかんないじゃん。そう思わない？ねえ。あれ？エッチしてから付き合ったんだっけ？付き合ってからエッチしたんだっけ？どっちかな。あれ？ごめん、俺、多分最初にエッチしたかもしんないわ。最初にちょっかい出したかもしんないわ、俺。エコいらね、あ、ごめん、多分ちょっかい出したわ俺、でもさ、思うんだけど、リスナーにちょっかい出すのは別に悪くなくない？彼女いないんだったら。彼女いたらダメだよ、それは。でも彼女いないんだったら別にリスナーにちょっかい出して、俺はちょっかい出したね。あ、やらしてくれるかもしんないと思って。やれるかもしんないと思ったよ。ワンチャンあるかもしんないと思った。そういうところかな。新しいフォロワーさん、ヤーマンさんフォローありがとう。のんたん34歳。ふわっちってあんま見たことないけど、なんか支援とかできんのこれ。俺ここで18万先月稼いだよ。今いくらだろう。先月が18万で、18万8000円で、今月はいくらだ？ちょっと待ってね。ふわっち。今、4万5千円だね。8日間で4万5千円。まあまあいいんじゃん。軽そうに見え、でも、やれるかやれないかってわかるじゃん。ぶっちゃけ。なんか、好きかどうかわかるじゃん。ワドさん、ディズニーランドのクラブ33、なんて読むの？クラブ33知ってる？知ってる。知ってるよ。めったに入れないっていうか、VIP しか、予約が取れないところでしょ？知ってる。この間30万無駄にしたよ。FC2 で課金の仕方わかんなくて。何？ポイント消えちゃったの？あれ結構難しいよ。FC2 は超簡単だよ。交換ボタンを押すだけだから。知らないの？クラブ3、33って言って、なんか、ドバイの富豪とか、なんか VIP しか入れない芸能人とか、そういう人しか入れない特別なレストランがあるの。あ、東京ディズニーランド行くんだ。一般人は予約絶対できない。特別なルートを持ってないと。2じゃなくて、俺の親父と俺のおふくろ、ディズニーランドのオープニングの社員なのよ。だから、親父はもうずーっとディズニーランドできた時からずっと働いてんの。親父とおふくろの慣れ初めがディズニーランドの社員同士だから。俺ミッキーみたいなもんだよね、逆に言ったら。ミッキーですよ。
今年の収今今日の収支、おお、おめでとうとか。知らない人多い。っていうか、なんか結構ディズニーってそういう裏技みたいなのいっぱいあって、あの、なんていうのかな、そのなんか意外とその小技を知らない人多いよね。今もあるかどうかわかんないけど、掃除してるお兄さんとか、あのシールちょうだいって言うとシールくれんの知ってた。あの清掃してるお兄さんとかいっぱいいるでしょ、うん、その人たちにお兄さんシールちょうだいって言うと、うん、昔はステッカーくれたりとか、そのお兄さんがくれるやつがあったりとかするのよ、缶バッジとか。すごい、うん、あと隠れミッキーは今有名だけど、どうやって和道ちゃんと彼女さん支援できるんだ、やり方わからん。和道ちゃんと彼女さん、あのコメント打つところに携帯で見てるかパソコン見てるかわかんないんだけど、アイテムっていうのがあるから、アイテムをどれか押してみると、そうアイテム購入しませんかみたいなページに飛ぶはず。ファンカストの人ツイキャスしてる、ファンカストかわかんないな、うん、あーでもね、もしかしたらね、あの今バブルの頃と違ってるからスタンプとかに変わっちゃってるかもしんない。うん、だから普通に聞いてみると思う。なんか昔ステッカーシールとかって配ってたんですかみたいなこと聞くといいと思う。あとディズニーランドの社員の内部のシステムが面白くて、あの普通さ、会社ってさ、悪いことしてたら密告制の密告システムを作るんだよ。あいつズルしてますよとかっていうのが普通の会社なんだけど、ディズニーの面白いところって3枚の剣を持ってるので、この人いいな、この人いい仕事したなとか、この人かっこいい仕事したなっていう時にその剣を渡すの。で、渡すか上司にこの人って名前を書いて報告するかで、社内で表彰されるんだよ。何枚集めたかで。一番、だからサービスの向上がすごい高いの。うん、常にいいことをしたら社員が監視し合ってるっていうか、いいところを見合ってるっていう。うん、魔法使いアッキー人、有名な人なんだろうこの人。ファンカストってなんだろうね。六本木ヒルズの最上階で表彰は素晴らしい。まあ、過去の栄光ですよ。うん。まあ、あの景色を知ってるか知ってないかで、だいぶ人生観が変わってると思ってて、まあ、あの、一般の人でもわかるように、六本木ヒルズの景色を知ってるよっていうこと、まあ、実際知ってるわけじゃん。で、知ってるよっていうこと言ってるけど、もっとやばい話はいっぱいあるよ。もっとやばい話はいっぱいある。だから、放送で何回か話してるけど、要は、わからないっていう。要は、これね、すっごい大事なことなんだけど、すごい大事なことなんだけど、本当の人脈、もうぶっ飛びすぎた人脈と、もう、そのビジネスを教わってたから、その与沢翼とかのレベルじゃ、与沢翼が理解できないくらいの人なんだよ。俺ビジネスを教わってた人。だから、もう本当にすごい世界で仕事させてもらってたし、可愛がってもらってた。あの、多分、普通のその辺にいる1億稼いでるわとかじゃ、わかんないと思う。そう、FX で1億取ってるとか、そういう次元のレベルじゃない、本当に。日本を動かしてるとか、政治家操ってるぐらいのレベルだから。その、日本トップの財界人、もう、フリーメイソンどころじゃないよ、本当に。日本もそういう、なんつうの。日本のロックフェラーみたいな人たちと、あの、なんつうの、可愛がってもらってたのよ。それの比喩表現っていうの。六本木ヒルズの最上階っていうのは。これ、ハッタリでも何でもないよ。うん。ハッタリでも何でもなくて。事実としてそうだったんだよ。さすが夢の国。社員にも夢与えてる。マジマジ。うん。あの、南部一族の、南部さんに、その、俺が開いてる講演会があったの、ベンチャー向けの。南部さんがゲストに来てるんだよ。もうこれで、もう、その上場企業を目指してる、本当に経営やってる人とかすると、え？ってなるレベルなのよ。南部さんって。うん。あと、その上田さんとか、もう、その講演に来てもらって、ゲストでスピーチしてもらってるとかなのよ。うん。俺 B 型。わかんないでしょ？南部さんとか上田さんって言っても。簡単に言うと、
あの、孫正義さんが大学生の頃、アメリカの大学を数週間欠席して南部さんにビジネスを教わりに会いに行ってる人なのよ。聞きたいことどうぞ。エミさん。エミさん、どうぞ。だから親友が柳井さんとか、その、沢田さんとか、孫さんとかの。うん。あ、うち前飼ってたフェレットは頭も洗ってましたよ、ゴシゴシで、耳は綿棒で掃除できるんで、ちょっとぐらい水入っても大丈夫です。顔も洗っちゃって大丈夫です。ほんとは眠いもんね、うんうん、これあと25分で終わりにするから、くっついてない、うんうん、小林さんってどこの小林さんなんだろう、うん、うちのフェレットは一緒に湯船に入って泳いでました。でも、のんたんさ、うん、気になるんだけど、うん、3人しかエッチしたことないでしょ、うん、でも別にブスじゃないじゃん、のんたん可愛いじゃん普通に、うん、学生の頃とかモテなかったの、その なんでそんな人と付き合ったりとかエッチしたりが少ないの、うん、人とね、あ、人とね、話すのがめんどくさかった。あんまり人間が好きじゃないってこと？そう。もったいねえな。人間が嫌いなの？人があんま好きじゃないの？そう。かわいいよね。うん、今日はのんたん、ていうかさ、のんたん前髪作ったんだよ。前髪長かったじゃん。前髪あった方がかわいいよね。だ今中途半端に今流行りなんだって、ちょっと前髪作るのが。前髪普通に作りなよって言ってんだけど。ね、似合うよね。うん。かわいいお坊ちゃんだから。かわいいよね。俺でものんたんが美人なの最近気がついたんだよ。どちらかっていうと俺ね、あの、キャラフェチなんだよ。キャラとか声フェチなの。で、よくよく見るとね、あ、顔整ってんだなと思った。うん、俺、のんたんのこと大好きだね、うん。あんまり信じてくんないけど。ね。娘がのんたん見てお姉ちゃん可愛いって言ってたって。わお。よかったね。いや、可愛いよね。うん、うん、ヤンデレだけど、うん、絶叫マシン乗れる、うん、乗れる、うん、乗ろうかじゃあ、うん、年上三つ上かな、うん、のんたん三つ上、どこ見てんの？コメント見てんのか。あ、だから斜め見てんのか。そうか。化粧してる今日は。いつもはすっぴんだけど、今日はね、珍しく化粧してる。うん。そう。直接？直接？何直接って。銀行振り込み？うん。うちは5歳下です。うん。うわお。やりますね、うん、明日仕事行ったら休みだよ、うん、アイテム渡そうとしたらややこしかったから直接にするわ。いや、アイテムくれよ。いや、アイテムくれよ。アイテムくれよ。、うん、いや、でもほんとふわっちでねえ、夢見、俺、だってテレビのディレクターさんに言われたもん。先月いくら稼いだのって言って、
正直に言ったの。18万ぐらいっすって。すっげーって言ってたもん。うん。マジでっつって。大きい方の人？そう。テレビのディレクターさんが、うん、マジで稼げるんだって、本当なんだって、本当っすよって言って。でも、その3年間、本当に稼げなかった時期あるんで、つって、ああ、まあ、そういうもんだよなって言ってた。そういうもんっすよね、みたいな。まあ、苦労してるからだよね、みたいな。うん。よくよく考えたらすげえよな。喋ってるだけで18万もらえる時代が来るんだよ。すごくない？すごい。みんなやればいいのにって思うよ。YouTube とか、配信とか。なんでやらないの？みんな。逆に。なんでやらないの？もう、あすかくんだ。18、まあまあ、稼いでる人からしたら、発した金なのかな？うん。ああ、喋るの苦手か。でも喋るの上手い人ってあんまいなくない？配信者で。俺配信者で喋り上手いと思ったやつあんまいないけどな。ボーナス入ったけど1円も使ってない。アイテムでも買いまくろうかな。待ってるよ。プロは上手い、プロ。プロうまい喋る。プロ？うん。あ、香川？うん。香川プロ？あ、まあうまいか。石川の龍家もうまいな。でも、あれじゃん、少数派じゃん、あんなの。あんなおしゃべりできる。おしゃべりクソ野郎じゃん。ずーっと喋ってる、ね。うん。止まらないもんね。そう。企業に所属、あー、そっか、会社、そうだよな。無職だからできんだよな。確かに、言われてみたらそうだわ。あ、無職とかアルバイトだからできるんだよな。社会的な地位があったり家庭があったら無理だよな。だから恵まれてたんだよな、逆に。そのホームレスになってさ、生活保護になってっていう。だからなるようになってんだよな。最近めんどくさくなった。何があったの、うん、そういうことか。そうだよな。マリアの感覚ってもうちょっとさ、あれ、狭い方がいいかな。飲んだ？うん。そうだね。もうちょっと狭くしてもいいかもね。うん。でも、額が広いのはいいことなんだってよ、ここが。徳が高い顔なんだって。だから俺もちょっと、俺近いじゃん。だから広げてるもん、最近。うん。広くしてる。もうちょっと近くしたら、ね、いいかもしんないね。この目尻に合わせればいいんじゃん。目頭か。でも合わせた気がするんだけど。もうちょっと、もうちょっと行っていいよ。顔出し勇気いる。下手したら同級生とか。ああ、それは覚悟してるかな、俺は。むしろ同級生がアイテムくれるよ。いやー、それはないでしょ。同級生は知ってるんじゃん、やっぱ。うん。それはあると思うよ。もうそれはもう笑われてる覚悟でやってるね。うん。まあ確かにやっぱぶっ飛んでないとできないのかな。普通の感覚じゃないのかもね、俺は。うん。オワコン。うん。ありがとう。ハートありがとう。そうやって投げてるんだ。そう。プレゼントマークがついてて。うんうんうん。プインってやった。プイン。プインってやった。プイン。うん。ありがとう。くるくる？くるくるって言われたんだけど。いや、止まってるって言われた。止まってる？止まった。止まった。入り直してみて。みんな止まってる？止まってんのかな？いや、動いてるね。更新してください。更新してください。うん。サーバーだな。ホームレスの時は、飯は食わせてもらってたね。うん。ワド君、ブロック解除してくれてありがとう。まあ、年末だしな。うん。年末だしな。彼女はあそこじゃない。足を触ってんの、足を。
そうなの。最近仲いいよね。喧嘩しなくなったよね、だんだんね。喧嘩っていうか、なんか、のんたん嫉妬しなくなったよね。ん？する。する？する。あ、でも、俺が結構気をつけるようになったかもしれない。もう、女の人の放送を見なくなったし、だから、大黒摩季だよね。うん。大黒摩季の、あの、あなただけ見つめてるみたいな。わかる歌詞、うん。うん。あれにあるじゃん。なんだっけ。サッカーさえも好きになったわ、みたいな、うん。あなたがそう望むから、長電話もやめたわだ。どこにいても捕まるように、ポケベル持ったわだ。たかやんさんいらっしゃい。結婚いつ？俺は結婚したいなって本当に心の底から思った人がのんたんだね。うん、でもまあさ、俺もね、まだ一発になってないし、うん、ね、かの、だからね、どうなんだろうね。のんたん結婚願望あんの？あんまりないでしょ？うん、のんたんあんまないんだって。でも俺はまあ別にずっと一緒にいれればそれでいいから、うん。まあ、あんま形にこだわってないかな。うん。うん。一緒に住みたい。一緒に住みたい年末ね。うん。うん。3年後もこんなに仲良くいられるかだよね。旅配信の時はちょくちょく来るんでしょ？うん。リア突しに行ったり旅行しに行く感覚でしょ？うん。うん。そんな感じだって。なんか、あの、心配になったり会いたくなって、どうしても会いたくなったら、電車とか飛行機で追っかけてくるんだって。いいよね。なんていう、あなただけ見つめてるか。あの歌いいよね。なんか女の人の男に染まる系の歌よくない？大黒摩季もそういう歌じゃん。その、あなただけ見つめてるも。あの、椎名林檎のさ、なんだっけ。椎名林檎でそんな歌なかったっけ？幸福論だ。幸福論だっけな。時の流れと空の色にってやつ。あの歌もそんな歌詞だったと思う。そういう歌好きだね。うん、どこが好きなの？顔。俺の顔が好きなの。そう。顔以外は。面白いとこ。面白いとこ。うん。うん、顔が好きなんだって。幸福論、幸福論。幸福論めっちゃ好きだわ。椎名林檎で一番好きなのは幸福論かもしれない。ネットで知り合った人ってネットで浮気するって本当？ネットで知り合った人でネットで浮気するってどういうこと？わかんない。うん。そう、意味がわかんないな。うん。だってネットで知り合ったってことは、二人がネットで知り合ってるわけじゃん。浮気するかしないかはその人の人間性によるんじゃないの？うん、ネットで知り合ってる人はネットで浮気するに決まってる。リアルでは浮気しないっていうのもよくわかんないじゃん。うん。ねえ、仲良しでいたいね。抽象的すぎるよね、ちょっとね。うん。もう今リアルになっちゃったから。そう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 。要は、ネットはネットで付き合ったわけじゃないのよ。インターネットで顔も知らなくて、メールとのやりとりで俺ら付き合おうねとかじゃないじゃん。それはネットで付き合ったになると思うんだけど、ネットをきっかけにしてリアルの友達になって遊ぶようになって何回も、それでお付き合いをしてるわけだから、リアルで付き合ってるんだよ。そこですよ。うん。そうそう。だからネットってツールだから、うん。浮気ってどこからが浮気だと思う？ああ、それ面白いかも。のんたんに聞きたい。俺は気持ちが動いた時浮気だと思う。要はセックスももちろんアウト。キスもアウト。手を繋ぐのもアウトなの。これはもちろんアウト。
ただ飯を食うとか職業柄ね、ビジネスマンのちょっと黙ってて、あの飯を食うとか手つないでないとか恋愛感情がなくだよ、飯を食うとか俺はそこは制限されたら困る派なのよ、俺は正直。でもアウトなんだよ。要は友人関係もダメってこと？どっからが浮気？二人で会ったらアウト。じゃあ女男はアウト。女男はアウト。女10人に俺は殺す。誰を？全部。俺も含めて。うん、俺も殺すの。最近変わったんだ。俺は殺さないことにしてたんじゃないの。うん、そうそう、ネットとリアルを分けてるっていうのが怖い考え方だ。うん、じゃあ女の人を電話したら消す。誰を？え？何？通話できなくする。あ、そうなんだ。あ、なるほど。殺す全部ってなんだよね。面白いね。うん、そういう感じ。これさ、コメントがギリギリセーフなんだ。多分そこでしょ。うん。コメントをするっていうのがギリギリセーフなラインだと思う。うん。そんな感じ。うん。そんな感じです。うん。うん、リアトツは？リアトツアウト。リアトツは浮気なんだ。俺は気持ち全くなくても浮気なの。はい、ワード2いらっしゃい。うん。全員じゃないからな、全部。物なんだね、俺。うん。あ、女の上司はセーフアウト。アウト。アウトなんだ。あ、怖っ。要は、もう、女と何かをコンタクト取ってるっていうこと自体が嫌なんでしょ、もう。うん。うん、要は、俺の気持ちが動いてるとか、好きとか嫌いとか関係ないんでしょ。うん、要はもう、可能性が 0.1% でもあるものが嫌なんでしょ。うん、分かった。うん。そう。アウトなんです。だから、コメントがギリセーフ。アイテムはいいのか、女に投げてもらっても。いや、だからコメント、ネットは別にいいってことでしょ。うん、要は、オープンな場所で、こういうところで、コメント打ったりとか、アイテムもらうっていうのは、ギリセーフなんだよ。多分、ノンタンの中では。多分、それはノンタンがネットの世界の人だったし、それアウトにしたら成り立たないっていうの分かってるんでしょ。いや、監視で生きてるから、今、ここで。はい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 。要は、自分の、浮気、そういうことか。はいはい、なんとなく分かった。うん。米はセーフ。スピーカー越しで電話対応でも。あ、じゃあこれは？喧嘩突にしようか。女の人がぶち切れて、喧嘩突で俺に、放送上で喧嘩突かけてくる場合は浮気なのこれ。それはノンタンが喧嘩突出る。あ、なるほど。なるほど。その喧嘩は私が買うと。あ、面白いね。なるほどね。中田さん、花火ありがとう。今日珍しくノンタンいるよ。ノンタンとトークしてる。中田ちゃんいらっしゃい。これ木村拓哉か、キムタク？すごいイケメンに見える俺には。キムタクじゃねこれ、女の人かな。なんだ、前髪あった方が可愛いよ。完全に管理されてる。クリオって何？理由が分かんないな。相性ぴったり。可愛いよ、すごく。すごいちっちゃい子だから。プリオってなんだろう。FC2 行かないっつ。あ、ホストの配信者なんだ。こんなイケメンいるんだ。へえ。俺が身長171で、のんたんが153、うん、ってことは、17センチで、え ?17 じゃないか ?153、あ、じゃあ、17、18センチ差か。18センチは俺の方が高い。のんたん153センチだから。
飲んだの小さいよ。ちょっとそこ立ってよ。そこ立ってみて。もう立ってて。そこに立ってて。そこでいいよ。伝わるかな。後ろでこうくっついたらいい。くっついて後ろに。違う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 。違うでしょ。普通考えたら分かるでしょ。どう考えてもそうでしょ。これくらい差があるね。俺が171だから相当小さいよ。もう開けていい？よいしょ。開けてきていい？いいよ。うん。まあ残り4分だから、すぐ行くよ、俺。お風呂入ろう。うん、ありがとうね、のんたん。うん。お風呂入んないの？もうだってね、起きたら帰る。うん。あ、違います。11.2 センチです。すっごい細いね。ガリッガリだもん。うん、あ、そうそう。うん。体重何キロだったんだっけ ?38 キロ ?38? うん。38キロ。151センチ38キロはやばいよね。うん、153か。髪の毛伸びない？うん、細いよね、うん、南部さん調べました。素晴らしい人ですね。すごいっすね、うん、あのパソナの創業者で絶対不可能って言われてた人材派遣業界を上場させた人だから、竹中平蔵の先輩ね、うん、今日はエッチするの？するでしょ、うん、しない理由がないわ、うん、する、うん、いつまでも続くといいんだけどね、この幸せがね、うん、ずっと仲良しでいたいね、うん、だいたいね、のんたんと喧嘩し始めたりね、険悪なムードになったら絶対配信に出てくると思うよ、その空気感が俺分かりやすいから絶対出ると思う。あ、なんか別れそうっていう、あ、喧嘩してるなこいつらっていう空気が出ると思う。どこで知り合ったんですか、南部さんと。南部さんの会社の、販売代理店やってました、うん、南部さんの会社で働いてたの、販売代理店として。で、そこで個人の成績売り上げが4800万だったの、年間。それで表彰されたの。南部、そういう感じ、うん。うちの会社の子会社がパソナに買い取られた。パソナ M&A すごいやるからね。え、でもうちの会社の子会社がパソナに買い取られたってことはさ、中野ちゃん相当経営者として優秀だと思うよ。うん。相当優秀だと思う。うん、なんだろうね。株握ってなかったのかな。業務提携って形じゃなくて完璧に買い取られたの。株の握り方間違えてたのかな、うん、いっぱい抱きしめるよ、うん、じゃあみんなおやすみ、ありがとうございました。今日は珍しくのんたんが出てました、うん、YouTube やってますので、YouTube の方チャンネル登録よろしくお願いします。僕のコミュニティの方に、番組説明の方にYouTube の URL があります。あとね、Facebook の友達申請がすごく増えてます。もし Facebook やってる、Facebook すごいんだよ。1日30人ぐらい問い合わせ来てて、友達申請っていうの。Facebook がね、ほら、今日もすごい。今日も38人来てる。すごいでしょ？毎日こんな感じなの。今日も Facebook 38人増えてます。もしね、Facebook 繋がりたい人いたら、Facebook チャンネル、飛ばしてください。それでは皆さんお疲れ様でーす。今、キャンペーンやって友達登録してますんで、Facebook 繋がりたい人いたら、飛ばしてください。みんなありがとね。うん、お疲れ。たくさんアイテムありがとう。ありがとね。明日はいっぱい放送するから。明日は長時間配信しますんで。楽しみにしててください。ちょっと最近放送集中できてなくてごめんね、みんな。ありがとね。お疲れ。お
前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バッドボタン押してんだよもう。